皆さんこんにちは。社長、安くして安いでおなじみの夢グループ通販 CM に出演している星名ゆりさん、石田重弘社長の愛人キャラとして知名度を上げ、着実に人気者になりつつあります。今回はそんな星名ゆりさんの離婚、愛人、枕営業、破産、年収についてご紹介します。歌手として活躍の星名ゆりさん。星名さんは幼少期から踊りや琴、ピアノなどを習い音楽に触れてきました。オーディション番組「君こそスターだ」に合格し、高校2年生の頃から歌謡学校に通います。高校卒業後は歌手の世界ではなく、地元金沢の自動車ディーラーに就職します。 OL として働きながら、20歳で NHK のど自慢の金沢地区大会にて優勝を果たしました。そして全日本ノンプロ歌謡大賞の本選に出場。大手プロダクションからスカウトされますが、実家の借金で成果を失ったため、お金を稼がないといけないと返答したところ、白紙になってしまいました。その後、金沢で年に一度行われていた作曲家として活躍の三木たかし氏の集いに参加し、歌を聴いてもらったことが縁で上京。三木たかし氏の運転手、カバン持ちをしながら2年半の下積み時代を過ごしました。そして1993年、神奈月に抱かれてで歌手デビューされました。1年後、芸能事務所に所属し、 CM、テレビ、ラジオ、ホテルラウンジ、ライブなどで活動します。2008年に知人ディレクターの紹介で石田社長と出会い、夢グループに移籍しました。同年、桜の花よ泣きなさいをリリースし、第1回作曲家協会音楽祭奨励賞を受賞します。星名さんの結婚について調べてみますと、意外にもこれまで結婚歴がないそうです。自動車会社に勤めている時は女性社員が少ないことも相まって、かなりモテたようです。芸能活動を始めてからも幾人かと交際したそうですが、結婚には至らず、2020年にはインタビューでは恋愛関係の話題にも触れ、今までにお付き合いした人は当然いますよねという質問に、そうですねと答えています。しかし最近は全く恋愛しておらず、彼氏がいない期間を聞かれた際も相当ですと答えていました。そこから2年ほどで結婚した可能性もなくはないですが、現在までに結婚についての公式発表がないことから、結婚はしていない可能性が高そうです。またイメージを大事にする歌手の中には、結婚を公表せずに活動する人もいますが、星名ゆりさんほどの歌手であれば結婚でイメージが変わることもなさそうなので、あえて結婚を公表しない理由もないでしょう。次に愛人、枕営業の噂についてご紹介します。星名さんは日本の芸能事務所であり、通販事業も行う夢グループの所属です。夢グループといえば、昭和の空気を感じるゆるい雰囲気の通販 CM でも知られる会社で、その CM に星名さんと夢グループ社長の石田社長が出演しています。商品を棒読みに近いゆるい掛け合いで紹介するキャッチーな CM で長年共演し、その空気感が独特であることから、星名さんと夢グループ社長の関係にも注目が集まり、愛人説がささやかれるようになりました。通販 CM でパートナーを組む星名さんと石田社長の愛人説は業界でも注目の的で、石田社長がインタビューを受けた際に、もしかして愛人じゃないかと言われていますがと質問を受けたこともありました。これに対し石田社長は、勘弁してください、愛人じゃないですと噂を一蹴したそうです。星名さんを CM に起用していることについて、彼女はうちの所属タレントで給料制なので、 CM に出演してもギャラは込み、使い勝手がよく、こちらのリクエストを嫌がることなく素直に聞いてくれて本当に助かっていますと答え、愛人説を否定しました。一方、星名もインタビューで、 CM を見ると社長の愛人に見えると言われた際に笑いながら、よく言われます、できてたらあんなにあからさまに出ないですよと答え、愛人説を笑い飛ばしました。独特の空気感から愛人説が浮上した2人ですが、あくまでも仕事上の関係で、事務所の社長と
所属歌手という関係以上のものはないようです。続いて星名さんの破産の噂について紹介します。高校卒業後は地元の自動車ディーラーに就職し、社長の運転手もこなした星名さん。女性が少ない業界ながら周囲から頼りにされ、充実した日々を過ごしていました。そんな時、明暗が反転するようなことが起きました。星名さんはインタビューでこう語ります。私が23歳の時です。私の勤め先に借金取りがやってきたんです。お宅に貸したお金を返してほしいと見知らぬ男性からいきなり言われ、私は頭が真っ白になってしまいました。父親はもともと病気がちだったんですが、経営するクリーニング店が芳しくなく日の車だったことをその時知りました。消費者金融15社に想像以上の借金があったそうです。父も母も苦境を娘たちに知らせず、非常に頑張ってきましたが、ほどなく力尽きてしまいました。そして返済のため家を失い、父と母は離婚しました。振り返ると父はどこか生命力に欠けた人だったのかもしれません。お金の苦労が重なると胃潰瘍になったりしていましたから、その時父は自殺も考えていたそうです。でも私は、私が助けるから自殺者の娘にしないでよと訴えたことを覚えています。私は私生活では結婚願望があまりなくて未だ独身、男性より女性ファンの方が多いんですが、男性への期待値が低いのは父の影響だと思っています。男が弱いと女は頑張るものなんです。口調こそ明るく屈託ない星名さんですが、彼女の過去は決して平坦な道のりではなかったようです。最後に星名さんの年収について紹介していきます。噂では星名ゆりさんの年収は数千万円以上なのではないかと言われています。 CM1 本の制作費は約2万円だそうですが、2023年の夢グループの年商は約180億円です。一般的に芸能人の CM 出演のギャラは、出演ルールとして1クールイコール3ヶ月で期間を区切って出演交渉はありますが、ドラマなどの主役級の俳優だと CM1 本につき3000万から4000万前後、有名な俳優さんなら1000万円以上は妥当です。星名ゆりさんは夢グループの社員であるため、ギャラはかなり抑えられていると思われます。そのため CM1 本につき100万円前後ではないでしょうか。さらにもともと歌手である星名ゆりさんは、往年のスターたちと共に開催される夢コンサートを年に100日以上こなされています。こちらも夢グループ社員に所属している往年のスターなので、ギャラは一般的な芸能人のギャラと比べると少ないとしても1ステージ20から50万円はもらっているのではないでしょうか。星名ゆりさんは着実に知名度を上げているので、1ステージ50万円だとして100日公演だと考えると、コンサートの収入だけで年収5000万円になりますね。さらに2024年現在、星名ゆりさんには下のようなお仕事も舞い込んできているそう。他企業や自治体からのプロモーション映像を CM と同じフォーマットで制作する依頼、石田社長と2人の単独公演、テレビ番組への出演、ディナーショー、トークショーなどの営業、コラボ商品やグッズ、自伝、愛人、困っちゃうなど、メディアでの活動や他企業とのコラボ CM も大好評のようです。これからも夢グループの発展や社長と星名さんコンビの活躍が楽しみですね。いかがでしたか。今回は星名ゆりさんの離婚、愛人、枕営業、破産、年収についてご紹介しました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。